こんにちは。今回はペーパークラフト1枚で命の中から七夕飾り織姫と彦星の作り方を紹介します。まず型紙とハサミ、両面テープを用意してください。型紙の黒い線に沿ってハサミで切り分けていきます。はい、すべて切り分けることができたので部品の確認をしていきます。模様のついている部品が1つと、この大きくて青い部品が1つ、緑色で小さめの部品が2つに、薄めのピンク色、細長い部品が1つ、少し大きさの違うもの2つありますので混ざらないように気をつけてください。それから、これと同じ青色で、小さめの部品が2つと、肌色で細長い部品が4つ、ピンク、薄いピンク色で細長い部品が3つ、途中で色が変わっている小さい部品が2つに大きなピンク色の部品が1つ、それから紺色で少し太めの細長いやつと短いやつ1つずつ、細めのものが2つ、さらに、顔ですね、大きい目の顔と小さめの顔が1つずつあります。それでは組み立てていきます。まずは、この4つの部品を用意します。そしたら裏側、紙の裏側の端っこですねにテープを貼り付けます。貼ったらぐるりと丸めて反対側とくっつけます。くっつけてこういう輪っか、筒の形にしてあげてください。では残りの部品も同じようにしていきます。残り全部も輪っかにするとこんな感じになります。はい、次にこの部品を用意します。この2組、そして4つ1組になっているものですね。こちらも裏側の端っこにテープを貼ります。テープを貼ったら、先ほどは輪っかでしたけれども、今度は、両端の白い裏面同士をくっつけて、はい、こういう形ですね。横から見ると涙形のこんな形に、折り曲げてください。そしたら残りも同じようにやっていきます。はい、すべて同じように、畳んであげるとこのような形になります。そしてこの灰色の小さい部品ですね、この部品、このくっつけた場所、この端っこにテープを貼り付けます。貼ったらこれを今作った部品に差し込んでくっつけてあげます。よっと、こんな感じですね。でこれ残りも同じようにやっていきます。はい、こんな感じですね。それぞれ左右対称になるようにつけてあげてください。こっちは、左から出てて、こっちが右から出てる、こっち左から、こっち右からって、そういう感じですね。次にこの部品を用意してください。そしたらこの部品は、まず肩、短く、山折り、ひっくり返して今度は同じ幅に谷折り、こんな感じですね。こんな感じで、でまた、山折り、谷折り、こんな感じで細かく山折り谷折りを繰り返してあげてください。はい、全部折ってあげるとこんな感じになります。そしたらこの折った後に、裏側、ひっくり返してから裏側にテープを貼り付けて、ぐるりと巻いて反対側と貼り付けてあげます。
はい、全部止めてあげてこんな感じですね。こういう形にしてあげてください。次にこの薄いピンク色の細長い部品を用意してください。そしたらこの端っこにテープを貼り付けて、そしてもう一つと重ね合わせてつなげます。こんな感じですね。そしたらもう一本も同じようにつなげてあげます。はい、こんな風に一本につなげてあげてください。そしたらこのちょうどつなぎ目のあたりですね、このつなぎ目のあたりの裏側にテープを貼り付けます。テープを貼ったら、これこのつなぎ目の場所ともう片方のつなぎ目の場所をこんな風に重ね合わせてくっつけてあげてください。こんな感じですね。こういう、リボンの途中のような形にしてあげてください。こうですね、こんな感じでやってあげてください。次にこの途中で色の変わっている部品を用意します。そしたら、これを、半分に折ります。折ります。そしてこれがバラバラにならないように裏からテープで留めてあげます。こんな感じですね。こんな風にしてあげてください。そしたら端っこにテープを貼ります。貼ったらこれをよいしょと輪っかにするんですけれども、ぴったり重ねるんじゃなくてこう90度ずらしてあげて、こんな感じでこういう形にしてあげてください。こうですね。そしたらもう一つも同じようにします。はい、2つともやるとこんな感じになります。次にこの少し太めの紺色の部品用意します。そしたら短い方を斜めに折ります。こんな感じですね。折ったらもう一つの方、長い方にの端っこですねにテープを貼って、これと今折り曲げたものをくっつけます。ペタッと、こんな感じですね。こういう風にしてあげてください。次に、細くて、小さい、紺色の部品を用意します。そしたらこの部品の真ん中ですね、真ん中にテープを貼ります。真ん中に貼ったらこれをもう片方の部品の真ん中とくっつけます。こんな感じですね。こんな風にしてあげてください。そしたら今度は端っこですね、端っこにテープを貼ってこれをもう片方の端っことくっつけて輪っかにします。こういう感じですね、輪っかにします。そしたら残りの端っこにもテープを貼り付けていきます。まずこっちの端ですね、こっちの端にテープをつけて、で今作った輪っかの上にくっつけます。そしてもう片方の端っこにもテープを貼って、そしてこれもこの輪っかの上に貼り付けます。そうするとこういう形ですね、こんな形になります。
ではこれから組み立てていきます。まずは、最初に作った輪っかと顔の部品を用意します。顔の部品の下側にテープを貼り付けて、そしてこれを、輪っかの中に差し込んでくっつけます。こんな感じですね。もう一つも同じようにします。はい、こんな感じですね。そしたら、今度は頭の上ですね、上側にテープを貼り付けて、これを後ろ側に差し込んでくっつけます。こんな感じですね。もう一つも同じようにします。はい、二つともやるとこんな感じですね。次に、この部品を用意します。この部品の、上の方に、端っこの方にテープを貼り付けて、これを下から差し込んでくっつけます。こんな感じですね。でもう一つもテープを貼って下から差し込んでくっつけます。ちょっと位置を調整します。こんな感じですね。でこちらにも、少しテープをつけてあげます。テープをつけてあげたら、これも下から差し込んであげてくっつけます。こんな感じですね。そしたら次に、この部品、用意してあげます。そしたら、端っこにテープを貼って、そしてこれを、腰のあたりに貼り付けます。貼り付けて、で今度反対側ですね、反対側の端っこにもテープを貼ってあげて、でこれをぐるーっと巻いて最初に合わせてくっつけてあげます。こんな感じですね。そしたら次に、この部品を用意します。これが、服の袖と腕になります。そしたら、角のあたりですね、この辺を少し潰してあげてテープを貼り付けます。テープを貼ったらこれを、後ろから貼ってあげます。ギュッと、こんな感じですね。では、残りも同じように貼っていきます。はい、こんな感じですね。次にこの部品を用意します。そしたらテープを貼り付けてあげて、これを頭の上に貼り付けてあげます。彦星はこんな感じですね。そして織姫は、これもテープを貼ってあげて、この黄色がついてない方ですね、茶色の方にテープを貼ってあげて、この黄色い部分が見えるように頭の上に貼ってあげます。
で、もうこの織姫はもう一つ同じように貼っていきます。はい、こんな感じですね。そしたら、この部品を用意します。これは、織姫の羽衣ですね。まずこのさっきくるっと1回転させてくっつけたこのつなぎ目の場所ですね。つなぎ目の場所にテープを貼ります。貼ったらこれを、背中に貼ってあげます。ペタッと背中に貼ってあげて、でちょっと位置を調節してあげます。こんな感じですね。そしたらこの余ってる長い部分ですね、これを、くるっと回して前側に垂らしてあげます。こんな感じですね。こっち側もくるっと回して前側に垂らしてあげます。そして外れないようにテープで留めてあげます。はい、こんな感じですね。そして、この模様が書いてある紙、これを、まあ、星空や天の川に見立てて飾ってあげてください。このまま使ってもいいし、ちょっと角を折ってあげたりしてもいいと思います。今回はそのまま使います。こんな感じですね。はい、これで1枚の紙から七夕飾り、織姫と彦星を作ることができました。皆さんもぜひ挑戦してみてください。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。